はい、どうもこんにちは、下地です。ですね、今日お話しするのはアップがまあ調子悪いっていう時にいいプレーを、そういう時でもまあいいプレーを出していくためのまあ問題を解決する方法ということでですね、調子が悪い時のプレーの引き出しを持っておくっていう話をですね、肉体、技術、メンタル、この3つの面でお話していくんです。今日は肉体面でのお話をしていくんですけども、まあ、役に立ってくれたら嬉しいです。前回はですね、基本的なマインドセット、調子の良し悪しというのはパフォーマンスと結果に関係ない、影響しないっていうことだったんですけど、この前回のマインドセットと今日お話しする、これから話していく話をまあ合わせることによってですね、試合にうまく入っていけるだけでなくて、アップで調子が悪かったとしてもいいパフォーマンスを出せる確率をどんどん高めていくことが、普段からできるので、まあ、アップがね、調子が悪くても大丈夫になっていきます。では早速ですね、その肉体面での調子が悪い時のプレーの引き出しを持っておく、これはですね、どういう話かというと、引き出しっていうのは何なのかというと、まあ、自分の力を出すためのいろんな方法っていうイメージなんですけども、まあ、いい選手ほどこの引き出しが多くてですね、サッカーいろんな難しい状況にこう対応して、でそれがたくさんできる方がいいプレーができるし、ムラなくですね、高いレベルでプレーできる選手っていうのは、やはりこの、ね、引き出しっていうのが、ね、多いです。そしてプロのサッカーに限らずですね、1年間通してあなたもリーグ戦とかね、公式戦をやっていると、必ず肉体的にこの調子の悪い時、そしてまあいい時っていうのがね、必ず存在します。でそういう時っていうのは、まあ、調子が悪い時っていうのはですね、アップでもなかなかこう良くならないし、調子が上がらないっていう感じだと思うんですね。でそんな時にじゃあ肉体面でね、この引き出しを多ければ多いほど慌てることなく試合にね入っていけるっていうことで、例えば真夏の連戦とか、まあ、リカバリーが間に合わなくて前の試合の疲れが残った状態でプレーしなきゃいけないとか、もちろん僕も中学高校大学、ね、アマチュアでもやってたから分かるんですけど、まあ、そういうね連日試合なんてことがねあると思うし、まあ、監督のしごきがきつくて試合よりも練習がきついです、まあ、試合当日にまだその前日の練習の疲れが残ってますっていうこともね、チームによってはねあるかもしれないし、いまだにねそういう指導者の方がねいるところもあると思うんで、あるいはシーズンの終盤だと怪我あったりですね、痛みを抱えながらいつもフレッシュな状態っていうのは限らないし、まあ、そういう時にね、俺は絶好調だとかね、体軽いっていくら、ね、ポジティブシンキングをしたところでもやっぱり、ね、超えられないっていうこともあると思うんで、まあ、そこはね諦めてもらって、まあ、体の調子が悪いことがあるのは当然っていうことを前提に、あなたにもこの調子が悪い時のプレーの引き出しを持っておくっていうことをねやってもらいたいと思います。では具体的にねどうするかっていう、調子が悪い時の、プレーの引き出しを持っていく、その肉体面での、例えなんですけど、まあ僕だったらですね、体が重いなら重いなりの体の使い方、これがねまず一つ目です。例えば、もも前が張っているならもも裏を使って走るとかですね、もも全体が張っているならふくらはぎを使った走り方に変えるとか、まあ、これは僕実際にね試合中に変えたり、グラウンド状況でぬかるんでいたり、あるいはねもう逆に硬かったりしたらね、その走り方を変えるんですけども、そういった体の使い方だったり、あるいは体の疲れが部分的にそうやって偏らないように、できるだけ全身動かせるような肩甲骨と骨盤の切り替えを意識して動かすとか、呼吸を切らさないで動くとかですね、そういったまあ肉体の使い方、自分の疲れが残らない、体に疲れが残らないような、使い方とかをね自分なりに研究して、そして自分の体に合った疲れた時にも動ける体の使い方、ロスのない体の使い方を開発しておく、これがね大事なんです。でこのロスのない、ロスの少ない体の使い方っていうのは、そういうのを意識しているのはそのプロ選手とかプロになる選手しかねやってないんですね、僕のこれまで見てきた、中では。ほとんどの選手というのは筋トレをするとか走り込みをすることによってですね、より強くなるとか、よりいっぱいできるように、いっぱい走れるようになるっていうことばかり考えるんですけども、いかに疲れない体の使い方をするか、無理の かけないバランスの取れた体の作れるかっていうことがですね、実はすごく大事なんですね。この体の使い方を意識している、自分なりのその体の疲れをロスを減らす
ていう使い方を意識していくと、その体の動き方が変わるので、もういろんなね、そういった調子の悪さっていうのがね出てくると思うんですけども、それだけじゃなくてサッカーの、いろんな状況に対応できるように、ね、体の動かし方ができるようになって、そうするとプレーにムラがなくなっていきます。では調子が悪い時のプレーの引き出しを持っていく、まあ、肉体面で2つ目は何なのかというと、2つ目はですね、サッカーの動き方を効率化するっていうことです。サッカーの動き方を効率化する、これは、ポジショニングもそうなんですけども、それだけじゃなくて仲間との連携っていうのがね入ってきます。どういうことかというと、いいポジショニングと味方を声で、ね、動かすことでプレーの質を上げるっていうことです。これを普段の練習で身につけておくってことなんですけども、意識するのはですね、できるだけ動かないでサッカーをしてみる、できるだけ動かないでサッカーをしてみる。まあ現代のサッカーですね、運動量がね大事だって言われる中で逆行するような感じだと思うんですけど、できるだけ動かない、これは実践で体が動かない時を意識した練習になるんですけど、これをすることでですね、声、そして自分のポジショニングっていうスキルがですね上がっていくんですけども、まあ、これをねうまくやるためには予測が大事で、常に周りを見て状況を見ること、そして直感で動くってことがすごく大事なんですね。そしてその試合の流れや直感を使える選手がトッププロの選手には多いんですけども、そういった選手は日々練習の中から試合の流れを読むとかですね、勝負どころ、どういうプレーが、ね、試合を決めるのかとか、時間帯によって相手や自分たちのチームの状況を、ね、把握したり、選手一人一人の、ね、心の動きとか、ね、感情をこう見ながら、その顔を見たり、プレーを見ながら次の予測を立てていくっていうことをですね、日々磨いていくんですね。そうするとどんどん適切なポジショニングとか、その場の状況に合ったプレーが、ね、できるようになっていくんですけども、こういうのはなかなか監督とかコーチが教えてくれないんだけど、自分でやっていくことで、そういったですね、試合の状況を読むとかですね、ができるようになっていくんですね。またそうやって自分が動かない分、周りを動かすには声が大事だっていうのが分かってくるし、でその声を、伝えるためにはですね、いくらいい声とかですね、適切な指示を出したとしても周りが反応しないとやっぱりねうまくいかないので、そうするためには普段から何気ないコミュニケーションを、仲間と取る、つまり仲良くしていくっていうことがね大事なんですね。まあ、あんまりねその声の大事さってわからないと、なかなかねサッカーやってるとわからないと思うんですけども、僕が一緒にプレーしてきた、まあ、その各国のですね元代表クラスの選手たちっていうのは、一言でですねそのチームを動かせるっていうね、その影響力を持ってたんですね。でもちろんその彼らは戦術的にサッカーをよく知ってるし、試合の流れを読んだ指示を出すので、その人の声のねその指示通りに動くと相手を抑えれたり、得点につなげられたり、チャンスを増やせたりっていうことがあるので、みんな納得するんだけど、それだけじゃなくてやっぱり普段からその人がね人間的にいい人なのか、まあ、尊敬できる人なのかっていうことがやっぱり大事なんですね。やっぱり選手も人間なので、いくらいいこととか正しいことを言ったとしても、嫌いなやつのことはやっぱ聞きたくないっていうのが人間だし、やっぱ、ね、反発してしまうので、普段から、味方といい関係を作っておくっていうことがね、その声、そして、ポジショニングっていうところをうまくやるためには大事なんですね。まあ、そのいい人間関係を作っていくためには、自分を繕ったり、なんかよく見せるっていうことではなくて、逆に自分の弱いところを見せたり、相手に興味を持っていろんな話をこう聞くっていうこととかですね、人として付き合うっていうのがね非常に大事になってきます。まあこのねサッカーの技術じゃない面なんですけど、こうやってグラウンド外でも関係を作れると、このあなたの、ね、戦術眼を生かした指示とかですね、声が周りに通って周りがね自然と動くようになってくるので、そうすると省エネでね、体が疲れていてもプレーできるようになってきて、肉体的に辛くてもいいプレーができるようになるし、でこの引き出しを持っておくとですね、肉体的に調子がいい時にさらにねやっぱうまくいくんですね。あえて動かないでサッカーをすることでですね、サッカー IQ っていうのが格段に上がるのでね、ぜひやってみてもらいたいと思います。あと3つ目はですね、まあ一見ちょっと古風な感じに見えるんですけど、それはアップで意識的に上げまくってドーパミンで山を越えるということで、まあ、これはランナーズハイの状態に持っていく方法ですね。練習からこう身につけておくということなんですけど、これはですね、例えば打撲とか怪我で体に痛みがあって体の調子が悪い時に有効な
方法で、僕もシーズン中よく使ってるんですけども、人は痛みを感じるとドーパミンっていう脳内物質を分泌して、それがね脳内モルヒネっていうものを分泌して痛みを和らげる、そして体を守るっていうシステムがねあるんですけど、これを使うんですね。でマラソンのさっき言ったランナーズハイっていうのも、長距離を走ることによって体に高いストレスがかかると自然とですね脳内でドーパミンが分泌されて、そして快感にね変わるんですね。だから疲れとか痛みがなくなって、走り続けれるっていうことがあるんです。これはねサッカー選手もこうよくあると思うんですね。後半ね70分ぐらいで結構体がきつい時にいきなりこう体が軽くなったり動けるようになったりするんですけど、それがねランナーズハイの状態でドーパミンが分泌していて、それがね、体の痛みとか疲れをね麻痺させるっていうことができて、それをね、まあ、意識的に使う方法なんですけど、でどうしたらそのアップでねその状態に持っていけるかというとですね、そのアップの前に大事なことがあって、その試合に出る意味を決めるっていうことなんですけど、これは自分のモチベーションが一番上がる意味付けをするっていうことなんですね。というのは、モチベーションが上がる、そのやる気が出ている時に人はドーパミンが出るようになっているので、自分のモチベーションが一番上がるこの試合に出る意味をね決めます。でそのまあ意味付けの時のポイントっていうのは、このやらなきゃいけないからやるんだとか、出ないとポジションをね、この試合出ないとポジションを失っちゃうとか、あるいは、ね、プロだと勝利給がもらえるからっていうのはね、あんまりモチベーションにならないんですね。ならなくはないんだけども、僕の経験上マイナスとかですね、不安とかですね、あるいはその恐れとかからやらなきゃやろうってなっても痛みがねなかなか消えないんですね。体の疲れとかっていうのがそのドーパミンなかなか出づらいっていうのが僕の感覚なんですけども、まあ、それよりもこの試合に出ることで周りの人を喜ばせたいとかですね、みんなとつながってまあ喜びを感じたい、その試合に出るそれ自体が喜びだっていう感じですね。そういうなんかこうモチベーション、自分を守るんじゃなくて自分の深いところにあるそのサッカーをやる動機、あるいはその幸せっていうのが試合に出る意味付けになるときに、ドーパミンっていうのがねより出やすくなって痛みが消えていくんですね。その、やる気、モチベーションを上げるその試合の意味付けをすることによってアップ前からドーパミンを出す、これがねまず一つ目。そして、体をアップで動かしまくる、これはね最初多少痛みを感じるんですけど、ドーパミンの分泌でだんだん痛みが緩和してくるので、その山を越えるまで動かしまくる、体を動かしまくるっていうのがですね二つ目です。でこれによって、まあ、ドーパミンを出してその痛みとかですね体の疲れを飛ばすっていうのがね三つ目なんですけども、まあね、今話したこの3つ、肉体面での引き出しを持っておくっていう、例えばシェアしたんですけども、大事なのはですね自分なりに試合でのいろんな場面を想定して肉体的に良くない時でもプレーの質を上げれる方法とか勝てる方法、自分のねパフォーマンスを上げれる方法を練習でいくつでも、生み出していく、用意しておくってことなんですね。これはもうコーチには教えられるものではなくて自分で見つける領域になるので、いつも練習でね意識していくことが大事です。でこれができると試合でいろんな対応ができる、その場その場でですね臨機応変な選手になれるので、やっぱり監督からの信頼は高くなるし、周りからもね信頼されて、そしてね結果もやっぱり出やすくなっていくので、今日からですねいつもよりも例えば走る量意識的に減らしてやってみようとかですね、体が重い練習の日にあえてアップめちゃくちゃ上げてドーパミン出しまくってランナーズハイに持っていってみようとかですね、自分にしかわからないどんな状態でもサッカーができる、そういった引き出しを増やしていく、まあ、そういうのもね楽しみにやってみてほしいと思います。まあ、ということで、次回ですね調子が悪い時のプレーの引き出しを持っていく技術編になります。楽しみにしていてください。それでは今日も最後まで見てくれてありがとうございました。